みか留学生 TV のジンです今日はですね、韓国語講座のお時間です。前の動画でですね、韓国語講座を期待してた皆さんが結構新鮮な衝撃を受けたかと思います。いろんなコメントがありましたけども、まさに言ってる通りですよと、本当にズバリでしたとか、ズボシでしたとかっていう意見が一番多かったかなと思います。一方で、スパラタ先生と言われたりもしてましたね。で、みんなの勉強の仕方はまあそれぞれだし、他の勉強の方法が合うかもしれない。 ので、これはもう100%正解とは言えないですね。というところで、皆さんのコメントをたくさんいただきました。本当にありがとうございます。最近コメントがですね、まあ、1日まあ800件ぐらいもう溜まっていて、まあ、全ては確認はしつつ、ハートつけたり、コメントをつけたりしています。それ全て確認するってすごいですねってあの言ってくれる方もたくさんいたんですけども、そうですね、ただあのハートつけたりとかは何が意味あるのかなと思ったんですよ。ただこれはあの、私から見ると、800件、 に対しての、ただのあのクリックかもしれないんですけど、まあ自分が YouTube チャンネルを運用しない限りですね、コメントがついたりすることはなくて、その代わりに自分がつけたコメントに対しての返事、そしてハートがつけられたら、そのアラートが来るわけですね。まあ通知ですね。で、その通知を見て嬉しいと言ってくれる方が多かったので、私から提供できる些細なことかもしれないんですけども、皆さんの喜びになるのであれば、 極力力、まあ、力がある限り、これからもコメントにハートとか、返事をつけていきたいなと思います。ありがとうございます。さて、たくさんコメントをいただいた中でですね、皆さんのレベルをチェックしてみました。まあ予想通り韓国に行かれる方は本当にまあたくさんいて、その中で話ができないという方が多かったですね。その中で2つのパターンが多かったです。 韓国によく行って韓国語を学んでるけど、旅行ですら使える韓国語が未だにわからないというパタ,ターンですね。あともう一歩は韓国語をやりたいんだけど、本当にどこからやればいいのかわからない。どういう本がいいのかわからない。 っていうコメントがたくさんありましたね。で、YouTube の中でもですね、本当にね、まあ、ホワイトボードを使ったり、本当にこう、細かいところまで説明をしたり、の、立派な先生がたくさんいらっしゃるので、しかも私のチャンネルは、ただの、韓国語講座がメインなわけではないのでですね、どういうふうに教えるかっていうところを、まだあの、悩んでいるところですね。韓国語を教えた経験ですけども、日本に来てですね、まあ、学生時代に、バイトで韓国語を、まあ、マンツマンで教えたりしたことがあります。で、大体、中級ぐらいの方を教えました。 会社を通してですねその時に時給が4000円ぐらいだったと思いますその中でですね個人的にオファーが来てある女子高生を教えた記憶がありますその女子高生からではなくてその女子高生のお母さんから連絡が来たんですけども「うちの娘何もできないけど韓国だけは本当に好きなんだでも韓国語は本当に全くわからないけどどうすればいい?」っていうことで本当に最初から私が教えた経験がありますねで半年経ててあの子があのトピック「韓国語能力試験ですね4級に受かりました」 その時に私が教えたのが、ま、月水金とか月金とかだったと思いますよ。で、一日三時間ぐらい教えましたね。で、やっぱりあの、授業がない時も、ま、一人ですごいあの頑張ってくれたので、半年でいい成果を出したんじゃないかなと思います。これは実際に私が経験したことなので、皆様もね、十分あの、勉強していけば、誰でもね、トピックの四挙ぐらいは、 受かるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。4級に出てるすべての韓国語の問題とかを使うことはできないんですけども、皆様の一番多かったあの規模に応じてですね、ハングルの覚え方から説明したいなと思います。前でも若干説明したんですけども、韓国はシーンと母音がありますね。カナダラマバサアジザチャカタパハ。これがシーンです。そして母音。あやおよ、おようゆうい。これです。 まず母音の覚え方から行きましょう。母音はね、大体日本語にも発音はあるんですよ。あるんですけども、これをカタカナで表記しちゃうと、日本の音って数が少ない反面、韓国の方が数が多いわけですから、すべてカタカナで表記ができるわけがないですね。なので、書くときに絶対カタカナで書く癖はなくしてほしいです。ハングルはハングルですから、それを覚えるようにしましょう。まず、ああやあやおようううこの10個の中で、まずああですね。 あは、日本のあいうえおのあです。や、やいうよのやですね。おうよ、おうよはないですね。次、おうよ。あいうえおのおと、 やゆうよのようがありますね。次、うゆう。は結構、あるかないかは微妙なんですけど、あいうのうですね。うが韓国のうと大体似てます。次、ゆう。ゆうは、やゆうよのうですね。最後、うい。うは、先ほど言った日本語のあいうのうと似てますけども、これは多分、日本語で発音するのは難しいのかなと思います。で、最後、い。いは、あいうえおのいですね。まず、どのように微妙な違いがあるのかっていうのを後で説明するんですけども、まず、これを暗記して、 欲しいです。どういう風うに暗記すればいいのか。日本語も同じなんですけど、順番通りに暗記した方が一番無難ではないかなと思います。順番は先ほど言った順番です。あやおよおようゆういです。日本語も順番あるんじゃないですか。あいうえお、かきくけこ、さしすせそ、たちつてとですね。これがどういう順番で行くかっていうと、あかさたなはまやらうんですね。この順番です。 なので、今言った赤サタナハマヤラは、死因の方なので、まず置いといて、あいうえおですね。このあいうえおが、韓国では、あやおよおようゆういになってるんです。これが日本語のひらがなでは、あいうえおやゆよに該当するものだと理解してください。じゃあ、この順番どうやって覚えたらいいんですかって言われたら、 私がおすすめする方法です。私のチャンネルを見てくださる視聴者はですね、年齢が13歳から70歳まで本当に均等にいます。その均等にいる中で、18歳から24歳の中の女性が一番多いんですけども、でも大体社会人が多いので、社会人ベースで説明をしますね。まず、会社に入社したらどういう挨拶をするんですかあー、誰々と思います右も左もわかりませんがって言いますよね。右も左も。会社に入ったらどういう関係ですか上下関係です。上下。 最後はは暗記すするしかないですね今言った右も左もわからない上下関係ってどういうことなのって言われたらこういう風うに考えてください韓国でアを書くときにあやや右の方に直線が行きます右ですね右も左も わかりませんが。その次、上下。線が上に行きます。上下。上下。最後に、う、い。終わりです。もう一回行きますか。あ、や、お、よ、お、よ、う、ううい。 これだけ覚えてください。もしこの動画を見てらっしゃる方、いまだに一回も口を開けてない方がいれば、今からでもいいので口を開けてみてください。発音いきますよ。あ、や、お、や、およ,およ、う、ゆ、うゆ、い。あ、や、およや、およ、う、ゆ、う、い。あ、や、 あ、や、おう、よ、う、ゆ、う、い。わかります発音が難しいんですよ。紛らわしいですよ。わかりますよ。 この動画を見た後にですね、30分だけ書いてみてください。30分だけですよ。この30分だけ本当に集中して書きながら、発音をしながら、練習をして、5回だけ、毎日、5日だけやってみてください。絶対覚えます。絶対絶対ちなみにあの高校生は、シーンとボイン全部入れて2時間で覚えましたね。私あの女の子を教えた時の時給はちょっと高かったんですけども、 でも2時間で全て暗記できるのであれば、それで全然いいんじゃないかなと思いますね。で、なかなかね、動画だけでは伝わらないところがあるかもしれないんですけども、今日からですね、ツイッターのアカウントを作りましたので、もしわからないところとかあれば、あの、ツイッター、そしてあの、イスブックなどで質問していただければ答えるようにします。韓国は未だに反日教育ありますかっていう質問じゃなくてね、韓国語だよ、韓国語。次はシーンです。カナダラマバーサー。アージャチャカタッパーハ皆さん気づきましたか 部員は何がついてますかあがついてますね。部員は何ですかあやおよおようゆうい。しんはなだらまばさ。しんと部員を合わせたらなだら、きゃにゃでゃりゃ。このどろ、きょにょうょうりょう。 こういったすべての組み合わせができるんです。なので、ポイントシーンを覚えれば、すべての韓国語を言えますし、書けますし、読むことができます。まず発音を聞いてみましょう。カナダラマバーサ、アジャチャカタパハ。カナダラマバーサ、アジャチャカタパハ。カナダラマバーサ、アジャチャカタパハ。 覚え方としては、まあ、気を、みュンティグリュウ、みゅん、ビュウ、シュイユウ、ジュチュティグ、ピュヒュっていう順番で書いてあるところもありますけども、ここにはね、アの母音をつけて、ガナダラの形で練習することをおすすめします。これもですね、1時間集中して練習をして、5日だけ、5日だけ、毎日練習をすれば必ず覚えます。必ず。先生、1時間とか時間ないですよ。嘘を、絶対。 絶対嘘。書きながら練習することはできないまでも、発音をまず、 練習をして、順番を覚えるのは、いつでもできることです。私も今日、ガナダラマバサ何回言いました ?5 回は言いましたよね。このように、24時間で考えてみると、何十回ぐらいは言えるんですよ。朝起きた時にもね、カナダラマバサ、アザチャカタパハ。できますよね。トイレにいる時も、カナダラマバサ、アザチャカタパハ。料理を作るときも、チンするときにですね、まあ、待ちながら、つぶやく時間はありますよね。カナダラマバサ、アザチャカタパハ。私にコメントをつける ときもできますカナダラマバサアザチャカタパハそしてこれができる人は少しずつねリズムに合わせて早く言ってみることを練習しますまずは遅めでいいんですけどねカナダラマバサアジャチャカタパハ ガナダラマバサアジャチャカタパハガナダラマバサアジャチャカタパハガナダラマバサアジャチャカタパハ,ャャタパハすごく基本なんですけどもこの練習をね繰り返すことによって発音がものすごく綺麗になります私もこういう練習をひたすらしました日本語の勉強するときねアカサタナハマヤラウンアイウエオカキクケコサシスセソ 立ちつてと、とかね。皆さんよく言ってるのは韓国の人ってあの、すごいあの、発音悪いねっていう人結構いるんですよ。ありがとうございますとか、道場よろしくお願いしますとか、料理を作りますとか、よくできない発音なんですよ。韓国にないからですよ。つーとか。 韓国にない。ザ・ジー・ズ・ゼ・ゾウ。ないんですよ。ないからできない。ないけど、ハングルでなんとか表記できるから、ハングルで覚えてるからできないんです。ハングルを覚えるときに、ひらがなやカタカナで書いて、ひたすらそれだけを見てしまうと、日本語でしか発音ができないんですよ。なので、絶対韓国語は韓国語として考えて練習をしてみてください。まあ、好きな音楽を聴きながら、ひたすらつぶやくだけでいいです。このように。が、な、な、が、ま、ま、さ、

はい、いかがでしたかまず私が言っていることは私だけの方法なので皆さんに参考になるかどうかはわからないんですけども動画を見てね、まあ、意見とかアドバイスそして指摘質問などがありましたら教えていただければと思います今日はですね韓国語の基本の中での基本ハングルの発音そして 暗記の練習について説明をしました。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた明日新しい動画でお会いできればと思います。寝る前にもう一回言ってみてくださいね。カナダラマバサ、アジャチャカタパハ、アヤ、オヨ、オヨ、ウユ、ウイ。右も左もわからない上下関係です。アニョン。バイ。 ありがとうございます。こちらの動画も見ていただければと思います。そしてチャンネル登録もお願いします。チャンネル登録をした後にですね、アラームの設定をしておけば、私がアップする動画をこの携帯で見ることができますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。はい